インクジェットプリンター、インクジェットプリンター、インクジェットプリンターとは、インクをほのしずく化し、非印字媒体に対し直接に吹き付ける方式を用いた印刷機である。インクジェットプリンターは、機構が単純であるという特徴を持つ。オフセット印刷のように半下を作成する必要がなく、副写機やレーザープリンターなどで使用されている。 電子写真方式のよう加熱定着処理も不要である。インクを直接突出する方式であるため他の方式の印刷機のように印刷媒体が平坦であることは求められず媒体搬送手段に依存するが例えば紙以外にも印刷を可能としたものもある。一方で同一原稿を大量に印刷する用途には適していない。また色あたりのコストも他の印刷方法と比べて 低く抑えることができる。このため6色や7色、さらに10色を超える多色ずりの実現も比較的良いである。オンデマンド方式の小型プリンターが登場した1980年代から1990年代は熱転写プリンターなどと競合状態にあった。近年は画素の高密度化や印刷速度の向上が急速に進み家庭用の写真、プリンやオフィス用プリンター、 大型ポスター用のプリンターとしても広く応用されている。またイメージスキャナやファクシミリ等の機能を併せ持つインクジェット複合機マルティファンクションプリンター MFP も2001年頃から急速に普及が進んでいる。さらにインクジェットプリンターの特徴を生かした応用技術の開発も広がっている。インクカートリッジの容量は2005年以降半減したとされる。 1990年代の製品では、印刷時の動作音が比較的大きかったが、2000年代に入ると徐々に動作音の小さな機種も登場していった。インクジェットプリンターの歴史は、ケルビンが1867年にインク雫に対する家電実験を行ったことが起源とされる。1879年に、レイリーがコンティニュア姿の基本となる。 液的生成理論を発表。本格的な研究の取り組みは1950年代からで、当時西ドイツのシーメンスが、液圧搬送、ノズル都出のコンティニュアス型のプリンターの特許が公開された。1960年代より、実用的なオンデマンド型のインクジェットの研究が進められた。ピエゾ素子、圧電素子を用いたピエゾ方式が初めに考案され、 成功エプソン社よりピエズ方式のプリンター商品化された。また1970年代にはサーマル方式も考案されヒューレットパッカード、HP 社が1984年にセンクジェットとして商品化、キャノン社も1985年に b j 8 0として商品化した。1990年10月にはキャノンが普及タイプの ノート型 BJ-10V を発売し、一般個人ユーザーにも浸透し始めた。1996年11月には、初めて写真画質を売りにした PM-700C を、成功エプソンが発売し、インクジェットの普及に拍車をかけた。それ以降、インクジェットは、小型プリンターとして、シェアを拡大し2008年現在では、パソコン用のプリンター出荷台数の3分の2以上が、 インクジェット方式とっている。インクジェットプリンターの方式は、コンティニュアス型とオンデマンド型に分類できる。現在実用されているものの中でも、小型プリンター用として、主流となっているのは、オンデマンド型で、ピエゾ方式とサーマル方式の2つである。ポンプによって、ノズルから連続的に押し出されたインクは、超音波発信機によって、微小な液滴になる。 インク雫は電極によって電荷が加えられ、印字の必要に応じて変更電極で軌道を曲げられて紙の印字面に到達する。変更電極で曲げられなかったインクはガターと呼ばれる回収口に吸い込まれ、インクタンクに戻り再利用される。印刷していない時もインクは常に連続的に噴射されているのでコンティニュアス型、または連続突出型と呼ばれる。 ポンプによる高い圧力でインクを押し出すので、高粘度のインクが使用でき、また連続的にインクを押し出すことから速乾性のインクも使用できるなどインクの選択幅が広い。さらに超音波振動で作られるインクしずくは、毎秒100滴以上で生成することが可能であり、高速であるが構造が大掛かりで、小型化が難しく、マルチヘッド化も困難であるなどの欠点から家庭用の プリンタとしては使用されておらず工業用のマーカー、生産ラインで部品に製造番号などを記入するとして利用されている。印字値に必要な時に必要な量のインク雫を突出する方式である。突出後のインク供給には毛管現象を利用しているためだか年度のンキは使用できないこと、イ陰気雫の生成速度が毎秒10滴程度であるなどの欠点はあるが構造が簡単で、 小型化やマルチヘッド化がしやすいなどの長所がある。家庭用のインクジェットプリンターは、ほぼすべてオンデマンド型である。オンデマンド型は、インク雫に圧力を加える方法により、ピエゾ方式、サーマル方式、静電方式に分けられる。ピエゾ方式とは、電圧を加えると変形する、ピエゾ素子、圧電素子を用いた方式である。ピエゾ素子を、 インクの詰まった微細管に取り付け、このピエゾ素子に電圧を加えて変形させることで、インクを考えへと突出させる。前述のように1960年代から研究がなされていたが以下に示した短所の克服に時間がかかったため、本格的な商品化は1980年代になってからであった。1990年代に成功エプソンが、 ピエゾ素子を複数に重ねて使用したマッハジェットを開発。カラー高画質化にいち早く成功し、マーケットでの地位も確保した。ブラザー工業もピエゾ方式でインクジェットプリンターを製品化しているほか、カナダドルやオーバン用プリンターとしては、ローランドなどでも採用されている。また、サーマル方式では、難しい高粘度、速乾燥性のインクを使用できるメリットを活かして、利口。 ジェルジョットでも採用されている。ピエゾ方式の長所は以下の通りである。短所は以下の通りである。サーマル方式とは加熱により管内のインクに気泡を発生させてインクを噴射する方式である。サーマル方式ではインクの詰まった微細管の一部にヒーターを取り付け、これを瞬時に加熱することでインク内に気泡を発生させてインクを噴出させる。 加熱に使用するヒーターは抵抗加熱、誘導加熱などが考えられる。その基本原理は1970年代半ばに、キャノンの中央研究所で偶然見つかった現象に由来する。この時、液体の詰まった注射針にハンダゴテが触れた時、針先から液体が飛び出した。キャノンではこの現象を解析、これをヒントに各社で研究開発が進められ、 1984年にヒューレット・パッカードが世界で初めてサーマル方式のインクジェットプリンターを発売した。翌1985年にはキャノンも自社開発のサーマル方式をバブルジェットと命名し BJ-0 を発売した。富士ゼロックス、レックスマークなどでもサーマル方式のインクジェットプリンターの開発及び販売が行われている。サーマル方式の長所は 以下の通りである。短所は以下の通りである。上述のインクトフの気候を集積したものをプリントヘッド、または単にヘッドと呼ぶ。ヘッドには複数のインクのツールが作り込まれており、インクカートリッジ内のインクタンクから供給れたインクを塗フする。プリンターの気候で紙などの非インジ媒体を動かし、そのインジ媒体の動く方向と直行方向にプリンターヘッドを動作させて、 印字を行うシリアルヘッド方式が一般的である。また比較的長いプリンターヘッドを固定して、非印字媒体の動きだけで印刷を行うラインヘッド方式もある。インクヘッド製造時には、インクの流路など半導体路交装置、ステッパーを使えて作り込むことが行われる。またインクノズル部分はエキシマレーザーによって加工される場合もある。インクジェットプリンターでの高密度画素印刷は、 このプリントヘッドの高精度の制御が要求される。例えば、1200dpi の解像度で印刷を行うためには一つの画素を20マイクロメートルでドフす必要がある。この場合、一滴のインクの量は数ピコリットル、数兆分の1リットル程度であり、さらに、プリントヘッドを毎秒500ミリメートルで移動させながら20マイクロメートルで画素印字すためには、 毎秒2万5千発ものインクの紛失が必要となる。当然、カラー印刷の場合では色数、通常4色から7色分の同じ場所に重ね合わせて紛失する技術が必要である。また、プリントヘッドの動作と非印字媒体送りを同期させる、制御や色ごとに塗布位置が若干ずれても目立たないような画像処理をあらかじめ行うなどのプリンター周辺技術も高度なものが求められる。 インクジェットプリンターでの印刷に使用されるインクは、オンデマンド型プリンターではほぼすべて推計のインクが使用されている。これは主に染料インクと顔料インクの2系統に分けられる。インクジェットプリンターでカラー印刷を行う場合は、シアン、C マゼンタ、M イエロー、Y を混ぜて他の色を表現する原色法、原稿混合が使われる。黒色は、 この三色を混ぜることで理論的には表現できるが完全な黒色にすることは難しく、また三色のインクを同時に使用することはインク使用量を増やす結果となるため黒色表現のためのブラック BK インクを搭載している。通常は CMYBK の四色のインクで表現できるが淡い色、人肌などの粒状感を低減するために高級機種では通常より薄い1、 4から1、6程度シアンとマゼンタを持ち物が多い。さらにプロ向けの機種では、鮮烈な原色や発光色などを表現するため、色空間を広くするための追加のインクを搭載するものもある。また普通紙への文書印刷における文字の滲みを低減する観点から、染料インクとは別に顔料の BK を用意している。もしくは4色インクのうち BK のみ顔料という機種も多い。 染料系のインクは、非印字媒体に対して色素を染み込ませて色をつける。初期のインクジェットプリンターに採用され、現在でもインクジェットプリンター用のインクとして広く普及している。染料系インクの長所は以下の通りである。短所は以下の通りである。耐水性の低さに関しては、水性のマーカーペンで印字物をなぞるだけでにじみを発生させ、 インクジェットプリンターの欠点として大きく取り上げられたこともあったが近年は改良が進んでいる。また、対光性についてもメーカーにより差はあるもののインクの分子構造を工夫するなどして改良が加えられている。顔料系のインクは水に分散しているインクの色素を非貧自媒体表面に付着させ水を蒸発させて定着させ色をつける。 顔料系インクの長所は以下の通りである。短所は以下の通りである。今日の家庭用プリンターには普通診察における文字の滲みを低減する観点から占領インクとは別に顔料ブラックインクを用意、または占領ブラックインクを省き、ブラックインクは顔料のみという機種を販売しているメーカーが多い。成功エプソンではブラックインクだけでなくカラーインクも 顔料を採用した機種があり、利口のジェルジェットと呼ばれる、インクジェットプンタは全、色顔料である。また、プロ写真家向けのプリンターについては、多くが顔料インクのプリンターである。それは、顔料インクは印刷後の色の安定が早いため、調整がしやすく、自分が望む思い通りの作品を作り出ことが、できるからである。顔料インクの短所である。 光沢感の不足を補うため、顔料粒子に樹脂コートが施されたインクや、光沢を出すための透明インクを導入している機種もある。固体インクを使用するプリンタもアリテクトロニクス社で開発された。染料系のインクを常温では固体であるワックス樹脂で固めることで、他のプリンタのように液体インクよりも滲みにくい、インクが少なくなっても、 印刷品質に影響しにくく、トナーや液体インクを入れるカートリッジが不要なので、使用済み消耗品に禁する、廃棄物の発生量が減るといった利点を有する。画質が良い反面、約60度の温度で液体化して用紙に転写されるので、プリンタの電源が入っているときは常にこの温度を保つ必要があり、プリンタの電源を一度切って、再び入れ直すと、一度固体化したインクは、 再度温められて、ウォームアップの際に一定量捨てられ、10回も電源の入り切りを繰り返すと、機種によっては固形インクがなくなってしまうという点も合わせ持つ。固体インクの技術は、精密な立体出力に適するので、3D システムズ社は2013年に、ゼロックスから、ソリッドインクの開発チームを一部買収した。水系インクは紙や布などの液体を吸収する。 素材に対して有効であり、金属やプラスチックなどの媒体には印刷できない。これらの素材で使用されるインクジェットプリンターには油系インクが用られる。さらには加熱して溶融状態で塗布するソリッドインク、インク着弾時に紫外線や電子線など電磁波を照射してインクを固まらせる UV 効果インクなども存在する。また、 屋外広告など特に対抗性が求められる分野では、ソルベントインクなどの有機溶剤系インクが用いられる場合もある。インクジェットプリンターにとって、ンジ媒体となるのは、種として紙であるが特に主流である、染料系インクを普通紙に使用した場合、滲みが発生する。またインクが裏側まで染み抜けてしまう、裏抜けという現象が発生する場合もある。このため、 インクジェットプリンターメーカーなどでは高品質な印刷結果を得るために、いわゆる専用紙と呼ばれるものを開発している。専用紙には、高都紙、光沢紙などが使われる。インクジェットプリンターの持つ非接触で微小液滴を正確に着地させることができるという特徴を応用した様々な研究が行われている。以上の他にも接触せずに印刷が可能であることから、 紙以外の素材や立体物への印刷も模索され、ペットボトルや食品パックなどのロット管理番号や、賞味期限など時間帯や日ごとの可変項目の印に利用されているのは身近な例となっている。また、造形用途として、セラミックを吹き付けることによる三次元造形物、人工骨などの作成などへの応用も考えられている、ラピッドプロトタイイング、3D プリンター。 これら応用の場合、インクジェットプリントとともに、インクジェットマーキングとも呼ばれる。パソコン用のインクジェットプリンターで、世界シェアのトップを占める米ヒューレットパッカードのほか、日本企業も、周辺技術も合わせて、多くの特許を取得している。以下にインクジェットプリンター及び複合機の市場規模を示す、数字は大数。今日の家庭用、インクジェットプリンターは、 プリンター本体を低価格で販売して利益率を抑える一方消耗品であるインクカートリッジの販売で高い利益を生み出すビジネスモデルキャプティ価格戦略を多くのプリンターメーカーが採用しているこのビジネスモデルに便乗し非純正の互換インクカートリッジや詰め替え用インクをプリンターメーカー純正品より安い価格で販売すサードパーティーが存在するいずれの場合も プリンター本来の性能を発揮できなくなるほか、批准製品を使用したことに起因する故障は、メーカー保証や販売店独自の長期保証の保証対象外取るため、使用には注意が必要である。互換インクカートリッジについて、明確な定義はないが、一般的にサードパーティーが製造、販売する批准製インクカートリッジ全般を指す。 使用済みの純正インクカートリッジを回収して、独自のインクを再充填したいわゆる再生カートリッジ、リサイクルカートリッジとも、や、純正品と外形が同等形状のインクカートリッジを独自設計、製造したオリジナルカートリッジなどがある。オリジナルには、純正より大容量などの利点を謳う商品も存在する。プリンターメーカーは、 プリントヘッド機構やインク組成などを特許出願して互換インクカートリッジの排除を行っており一部でプリンターメーカーとサードパーティーとの間で訴訟にまで発したケースもあるまた消費者に対しても互換インクの使用がヘッドなどの故障の原因になるとして使用しないよう呼びかけている純正インクでプリントした場合と比較して互換インクの方が耐久性に劣るとする報告もある 一方、五感カートリッジを販売するサードパーティーは純正品に比べて低価格であることと正規メーカーのカートリッジにインクを再充填することによるリサイクル低環境負荷を消費者訴えている。ただ、最近はプリンターメーカーが使用済みのインクカートリッジを回収して再資源化したり使用済みカートリッジに純正インクを再充填して 低環境負荷の製品を販売する試みも割れており、リサイクルカートリッジがエコであるとは一概には言えない。近年はインクカートリッジにインク残量を管理する IC チップを搭載するなどして再充填された非純正カートリッジを動作させない対策を取るプリンターメーカーが多い。これに対しサードパーティーは IC チップのカウンターをリセットする機器や カートリッジに穴を開けインクを足す等をつけて販売するといった手段を用いて対抗するなどのいたちごっこが続いている状況である。互換品やそれらを排除する動きはインクカートリッジ以外の分野でも以前から行われていた。互換インクカートリッジはすでにカートリッジにインクを充填した状態で販売されるのに対し詰め替え用インクはインクのみが ボトル等で販売されており、使用済みインクカートリッジに、ユーザー自身がインクを再注入、詰め替えして使用する。詰め替え用インクも純正品より安価であり、台湾など海外から輸入される、廉価、数十円な汎用インクが多い。最近は100円ショップでも 20ml 入りのインクが購入できるようになっている。プリンターメーカーは、品質の保証されない。 サードパーティーの詰め替え、インクを使用することで成功なノズルを詰まらせてしまう。危険性から、それらのインクを使用しないよう呼びかけている。かつては可能だったキャノンを含め、現在は多くのプリンターでユーザーによるプリントヘッド、ノズルの交換はできなくなっており、ヘッド一体型インクカートリッジを用いる機種は、この限りではない。ノズルの詰まりはプリンターそのものを使えなくする。 危険性があるため、その使用にはリスクが伴うことになる。なお、かつては単純な詰め替え作業で行えるものがほとんどであったが、現在はメーカー各社がインク残量管理に IC チップを導入しているため、詰め替えた後は特殊なリセッターを別途購入して使いして IC チップを初期化する必要があるインク残量が表示できなくなるものの、 残量管理機能を無効にしてそのまま印刷を続けられる機種も一部存在する。そのため、インク残量管理の IC チップの導入前の詰め替え、インクの利用が容易な旧機種に高値がついて取引される事例も少なからずある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。